はい、石巻市立大川小学校の跡地に来てます。こちらは献花台ですね。でこちらが有名な校舎です。今、語り部ガイドさんのですねお話を、1時間の予定が1時間半ぐらいですかね、聞かせていただきました。ちなみに昔はこういった感じだったと、こういった感じだったそうです。でこれが、震災当時の看板ですね。当時向こうの道路際に看板があったそうです。今こちらの方に移設をしてあります。ちなみにこの辺は何もないんですけども、今僕の歩いているところが、道路だったそうです。でこのオレンジの、網が塀だったそうです。でこの竹のところですね、これがこの細いところが、空いてたそうです。で向こうに、まあ、お花がいっぱい割ってるところは家があったそうです。でボランティアの方とご遺族の方がですねこちらに花を植えたりとかして賑やかにしていただいているそうです。語り部ガイドさんもこちらでですね、小学生の子供を託されているそうです。ここがですね、低学年の1年生の教室だそうです。今回語り部ガイドさんのお話伺ったんですけども、そちらの方もですね、もともと先生だったそうで、複雑な思いだそうです。後半2年生の教室ですね。ご遺族の気持ちも分かるし、先生の気持ちも分かるということで、で、上の階、端から2つの部屋、ここがですね、3年生、その横2つが4年生、5年生、6年生ですね。で職員数がそこですかね。ちょっと暗くて見えないかな。防災監視板みたいのが、の窓の横だな。ここに、防災監視板があるんで、ここは職員室ですね。で、ここに津波が到達したのが、地震発生が2時46分、津波が到達したのが3時37分だそうです。で、その証拠がですね、ここに映ってる時計ですね。すべての時計が3時37分で止まってたそうです。中にもまだ時計とかあるんですけども、ですね、危険なんで入らないくださいということなんで中にはちょっと入れません。でこの看板に関しては、大川伝承の会っていう方たちの方が作ってるそうです。で、見えるかな、ちょっと薄くて見えなかったらごめんなさい。天井色が変わってる部分なんですけど、2階の天井、そこまで約8メートルあるそうです。そこまで津波が到達したそうです。ちなみに、ここの部分ですね、ここが津波到達地点だそうです。約ここも8メートルあるそうです。これが体育館と教室を結ぶ、通路ですね。ちなみに海は今撮ってる向こう側に海があるそうです。逆から水が来たということになりますね。で、そこのトイレのマークがついてるところですね、そこが体育倉庫ですね。それで今崩れてる白い2つの石、そこが体育館の入り、ステージだったそうです。で、ここが体育館だったそうです。
で、この壁がですね、野外コンサートとかできるような、ステージになってたそうで、なってるそうです。大川小学校78名のうち74名の方が犠牲になったということで、4名の方は、助かったということになりますね。で、この向きで、逃げたのが先ほど竹のあった細いところから、向こうの方に逃げたそうです。津波の到達1分前に。それでですね、助かった子のうち、助かった先生と生徒、のうち、生徒1人と先生1人はこちらの裏山に逃げたそうです。先ほどね、上がったんですけど、ちょうどここちょっとあれですね、ここまで上がれば多分8メートルないと思うんですけど、まあここに避難するってあれはなかったかもしれないと。で、ここはですね、先ほど一応、語る部ガイドさんと一緒に入ったんで問題ないんですけど、立ち引きしになってます。で、ここはですね、この上津波が来たのがですね、ずーっと上がっていって、ここですね、ここまで津波が来たそうです。8メートルですから結構高くまで来ますね。で、慰霊碑向こうにあるそうなんですけども、ちょっとそちらの方には行かないでおきます。で、ここはですね、授業でも椎茸栽培等で登ってるということで、低学年でも十分登れる山だそうです。今ここ盛り上がってますけど、本来もっと滑らかとなってたそうです、当時は。ここに、食事が終わってますね。復興を祈るということで、この辺みんな民家があったそうです。体育館、学校ですね。実は言うと、ここ二人、上がった人助かってます、生徒1人と先生1人で、先生はつぶれになりながら上に上がったと、おっしゃってるそうですが、目撃者の話では洋服は一切濡れてなかったというふうに言われてるそうです。で、その助かった先生はあちらの2階で、を点検をしていたと。先ほどの高学年の教室ですかね、点検をしていたと。で、点検をしていたらもうみんなが海の方に逃げるところだったと、降りてきたら。だからそういう話になっていたという話なんですけども、これは推測でしかないんですけども、本当はこの山を点検したんじゃないかという話になったのも噂もあるそうです。ただこれは推測なので、確かではありません。濡れてなかったということは、山を点検して大丈夫としたらみんなはこっちに逃げてきたという、ちょっとね、別にそれは問題ないんですけどね、先生としてはね。でもやっぱりすっとしないところがありますよね。で、こうやって結構人がですね、来てるそうです。今目の前に見える橋があるんですけども、前回釣石神社行ったんですけども、その時にですね、あの橋半分壊れたそうです、津波で。
で一応ですね、山こんな感じで、生徒、1人は有名な多田野さんって方ですね、そちらの方が助かりましたが、その現場をちょっと撮ってみたいと思います。これ全部家だったそうです。で、あそこの先ほど落とした竹のところから逃げてきて、こっちへ逃げようとしたら、津波の気配がしたので、この向きで逃げたそうです。で、この向きで逃げて右に入っていったそうです。左に行けば山です。で、生き残った、生存した多田野さんはこの道をまっすぐ行って、今度はそこ右に曲がって出ようとした時に、向こうの建物がガサガサを通して津波が来たので、慌てて逃げてきて、ここの岩に乗よじ登ったそうです。で、この岩によじ登ったら、大丈夫と思ったら後ろから津波が来て押し上げられて助かったと、気絶をしてしまったと。その時に、もう一人助かった女の子も、冷蔵庫が開いてその中に入ってて、船のようにしてあほにたどり着いて、あ、ごめんなさい、それは違うわ、もう一人の子も押しながらされてきてあそこに、で、只野くんが助けて上に上がったそうです。で、もう一人の女の子というのは冷蔵庫に入ってて、それで、それが船になって、上に上がった人に助けられたそうです。で、本来今土手が向こうにあるんですけども、あの向こうは北上川です。で、北上川、向こうの海は、海は向こうなんですけども、向こうから、一気に波が来てずっと来て、本来だったら広いので、波が溢れることはないはずなんですけども、海岸沿いに松がいっぱい埋まってて、そういう松の木とかがあの橋に、ですね、引っかかり、水が流れなくて一気にこちらの方に決壊してきたそうです。確かに険しい山なんですけども、山に逃げてれば助かった可能性は なくはなかったと。で、1時間半のうちいろいろ聞いたんですけども、まあ、今回の語り部さんも含めて、遺族が今回裁判を起こしてますけども、これは、あくまでも先生を責めてるのではなく、市の対応の悪さ、市が、ね、結局ちゃんと認めない、それが、問題だと、そういうことらしいです。今でも先生たちは最善の努力をしたのであって、最後の最後まで判断に誤ったかもしれないけども、最善の努力をしたわけであって、先生たちが、ね、一方的に悪いわけではないと。これ今回ここに来たのはですね、やっぱり、まあ、我々も関東の方に住んでるんですけども、津波に対する危機感がやっぱりない、来ないかもしれない、でも来るかもしれない、そういった状況の中で、まあ、海に近くても、ね、湾があるから大丈夫というような、あれで津波対策のそういったマニュアルがないところいっぱいありますよね、そういうところ多すぎる、まあ、やっぱりね、これを見てもらってね、津波の怖さというものを知ってほしいですよね。少しここかさ上げしたそうで、そのためにここの水がで溜まりちゃってるそうです。石巻市は何もしてくれないと、ご遺族の方がおっしゃられてました。結構ね、ここ安全な場所じゃないんですよね。ダンプカーがですね、もうすごい走ってまして、
安らかにね寝てほしいんですけど、なんかうるさくてしょうがないですね。これ校舎の反対側です。あそこ3年1組って書いてありますね。ここですね、土手の上大川小学校のすぐそばの土手の上大川小学校ですね。この川は実は北上川じゃないんですね。北上川はあの土手の向こう側です。これ富士川だったかな、富士川って川でしたかね。そういった川だそうです。で、あの橋のですね、向こうの方ですね。新しくなってる部分なんで、新しくなってる部分、この辺までですかね、が、崩れたという。で、あの橋に松の木が引っかかって、それで、水が流れなくて溜まってしまって、氾濫、向こうの方から氾濫をしてきたと。だから水は向こうから来たと。通常考えるのは海向こうなんて、向こうから津波が来るという。で、向こうは町があるんで、まあそれほど強い津波じゃなかったようですね。で、こっちのやつはもう溜まったものが一気に来たんで、約8メートルの津波がこう襲ったそうです。まあこれ何もないんですけど、昔はちゃんと住宅があったそうです。で、この向こうにですね、鶴石神社って神社があるんですけど、そこもですね、結構、あれなんですよね、行ったんですよね、あの水が。